ルネ・グルッセ、ルネ・グルッセは、フランスの歴史家、東洋学者。南仏ガール県の大辺村で生まれた。父は、地方の大学講師で、息子が生まれる、少し前に亡くなっている。グルッセは、モンペリエ大学で、歴史と地理の学位を取ったが、教職にはつかず、1912年に、芸術賞に入った。1914年、世界大戦に従軍して、戦勝を負い、 戦後は芸術賞に戻って最初の著書を発表した。1925年に吟メ東洋美術館の副館長に就任1935年から1946年までアジア協会の機関誌、ジュルナルアジアティックジャーナルエイジティックの編集長を務め東洋学のあらゆる専門分野あらゆる専門家に接しながら研究の成果を発表する。 1928年にルーブル学校のインド学教授。1929年から翌年にかけてシリアとイランを旅行。1932年、やはり東洋関係のチェルヌスキ博物館の館長を兼任。第二次世界大戦後の1946年にアンドレー・ベルソールの公認としてアカデミー・フランセーズの会員に選ばれた。1946年に 日仏会館の再開にあたり、フランス政府の文化施設として来日し、各地で講演会を催し、学士院の名誉会員に押される。翌年は、カナダ各地を巡るが、旅行中の無理を重ねたことが災いして、67歳の生涯を閉じた。その死にあたっては、アフガニスタンの国王ザーヒルシャアをはじめ、哀悼の字が寄せられた。ありがとうございます。